ヨネックス・レディス最終日、2日、ヨネックス・カントリー・クラブ、新潟県、6339ヤードパー72。小祝いも鳥肌笹生優花がパー4でワンオン成功、動画。先週開催された国内女子ツアーのヨネックス・レディスで9位タイに入った鶴岡カレンだが、最終ラウンドの17番においてスコアの5期が発覚し、失格処分になったことが発表された。4日、 火曜日日本女子プロゴルフ協会、ジュガ、は鶴岡の当該ホールのスコアが6だったにもかかわらず4で提出されたとし、事実確認を行った上で遡って失格処分の裁定を下したという。パー4の同ホールは強烈な打ち下ろし、鶴岡は一打ち目を右に曲げ、OB 方向に飛んだが行方が確認できなかったため暫定球を打ち、これはフェアウェイ右サイドに止まった。 鶴岡はそのままそのホールを暫定級でプレー、結局一打ち目は OB だったため、その罰らを加え6、とすべきところ、スコアカードに4の記載があるまま提出をした。第2ラウンドではトーナメントレコードの62をマークしていただけに、なんとも後味の悪い結果となってしまった。今回の事案は映像により確認されたという。 通常であれば競技が終了した後は罰を追加したり、訂正してはならない。しかし、ゴルフ規則20.22に基づき、競技が終了した後であっても、プレイヤーが1ホールでも実際のスコアより少ないスコアを提出した場合にはそのプレイヤーを失格としなければならない、とされているため、今回は失格の最低となった。